さあ皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回は富士ヶ根オフロードコースっていうところに来てます。今日はですね、ここで何をするかっていうと、ボンドグループいつもいろんな欧州車 SUV 販売させていただいてるんですけども、その SUV が実際どれだけオフロードで走れるかっていうのを試してみたいと思います。というわけで今回はゲストの方2組お呼びしております。まずはボンド東京のお客様でもあり、ご自身でおじきん TV っていう、YouTube のチャンネルも運営されてるおじきん TV の皆様でございます。こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてもう1組います。はい、もう1組はボンド東京スタッフの2人でございます。高野店長とセールスの石塚君でございます。こんにちは。はい、でおじきん TV さんの、はい、スタッフの方も、ね、そうですね、はい、いますけども、はい、今回はこのメンバーで、はい、車が壊れるまで帰れません、はい、やってみたいと思います。そうなんですからしいですね、今聞きました。というわけでバーベキューなのかと思ってました。はい、ワイワイちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、そしてまずはじゃあ車の紹介から1台ずつしていきましょうか。はい、はい、で今回ご用意させていただいたのがこちらの車差しでございます。ラングラー2台と G63 ということで、はい、でじゃあまずは G63、 こちらがおじきん TV さんの、はい、そうですね、お車ということで、はい、カスタム内容なんかも紹介してもらっていいですか。あ、はい、じゃあ簡単に説明させていただきます。はい、はい、まずこちらあれですこっちです、すみません間違えました。今日すみません、はい、こちら今年ボンド東京でご納車させていただいた車ですね。はい、おじきん TV の動画の方にもあの納車 G63 の納車ということで動画ありますけども、納車するときに、このマットテレーンのタイヤ、はい、はい、これがまあ大きなポイントですかね。横浜のジオランダ MT ということで、これサイズも大きくなってるんでしたっけ。55です。あとはサイズ一緒ですね。はい、扁平が55ということで、はい、厚さの方がちょっと変わってると。そうですね。で、あとのカスタムポイントは、まあフロントランナーさんのフラットルーフラッグ、はい、こちらとあとサイドオーニングですかね。はい、だからオフロード走行にあんまり関係はないんですけど、上についてるのは。なるほど。はい、じゃあ割とこうタイヤ以外はストックの状態なんで。そうですね。あと、まあ、実際、はい、3センチぐらいアップは車高、あ、車高これ上がってるんですね。はい、なってますね。これがスプリングの方で、じゃあ、はい、そうですね、スプリングの方でボンドさんにやっていただきました。上がってるということで、はい、ちょっとポイントがあって、はい、マフラーなんですけど、はい、本当ですか。はい、これはあのちょっとオフロードを外せるように、はい、あのこのサイド出し、本当ですか。ちょっと足が随分サイドステップに近いと思うんですけど、はい、これちょっと気あのこれちょっとオフロードで完全にやってるやつですね。ちょっと傷ついちゃったんですよね。本当ですか。はい、バキって言ったんだよ。バキどうですか、やっちゃったんですか。石にね、ヒットしたんだよね、はい、斜面から飛び出てる石、はいはいはい、うわうわバキバキになってんじゃないですか、ステップ。ああ。うわぁ。母さん、これ。うわぁ。最悪っすね、これ。型が40万ですよ、このステップ。ステップ、型が40万?はい。でも、まあ、ラッピングがちょっと役に立ちました。本当ですか?はい。口が若干回ってなかったんですよ、大丈夫ですか?ほんとショックで。はい、ただ、マフラーを切ったので、はい、このぐらい、オフロードで車高のクリアランスが稼げるんですよ。あ、なるほど。この出口のそのパイプのところだけ、はい、なるほど。これがもう切った出口なんですけど、はい、はい、これがまあこういうふうにね、本当は出てるんですけど、はい、切って、はい、で無事だったっていう話ですか。そうなんです。切ったがゆえにこれが無事だったっていう。そうです、これ無事でした。でもここが切ってなかったらマフラーも一緒に持っていかれたかもしれない。マフラーも持っていかれたかもしれない。やっぱりじゃあ走る人は切っといた方がいいかもしれない。そうですね。なるほど、はい、おじきんさんからのおすすめでございます。すいませんでした。割とじゃあストックの状態近いんで。そうですね、まあ、他の G63 に乗られてる方の参考にもなるかなという。はい、はいはい、そうですね。あと腕ですかね。やば腕はやばいですよ。本当ですか。はい、いい意味でですね。分かんないです。でこちらの車今回がっつり走りたいと思います、はい、そうですね。そしてあとラングラー2台はなんとボンド東京からの参戦ということで、はい、まずはじゃあこっちから紹介していきたいと思います。はい、JL ラングラーの、ルビコンです。サスは31リフトアップして。待ってください、はい、大切な情報が抜けています。私の愛車です。愛車持ってきました。はい、はい、で3インチリフトアップと、35台形の、マットテレンタイヤですね。これだいぶでかくなってる。結構大きいですね。そうですね、はい、そしてホイールが
KMC のはい、はい、あとは便利な電動ステップ。なるほど、はい、これ KMC はこれビートロック風だよね。風です、はい、はい、じゃあこれが脱げるまで、はい、今回行きましょう、はい、行きましょう。この子はもう大切に乗ってますんで、はい、まあ、今日は壊しません。いろいろ感づいてると思いますけども、はいはい、やらかしてくれると思います。いえいえ、こんなルビコン走らせたいと思います。そしてもう1台、こちらもボンド東京からの参戦ということで、担当のじゃあ石塚君、はい、説明をお願いいたします。はい、東京店の商品車になります。はい、はい、なんか普通に言ってるけどとんでもないことを、はい、とんでもないことを、はい、なんですけれど、今回まあいい機会をいただいたということで、今ノーマルの状態なので、このノーマルのルビコンがどこまで走れるか、まあ無理ない程度にちょっと一緒に走らせていただこうかなと、はい、でやっちゃったら石塚くんが買い取って、はい、無事帰れたら、あのそうです、ね、ストックリストに並ぶということで、ボンドチャンネルの方に買い取って、はい、じゃあ撮影者がちょっとこれになるかもしれないんですけど、今日見守りたいと思います、はい、あとはこれ、本国仕様というか US のランカーに、正規輸入車じゃない、はい、左ハンドルの、なるほど、はい、かっこいいですね、はい、これいいね。でルビコンってスウェイバーが切り離せるやつ、そうですね、だ足がこう、個別に動かせる、そうです、ね、じゃあワンチャンこう、いけちゃうかもしれないという、そういったところもちょっと使い方なんかも、なるほど、はい、じゃあ今回これを走らせてみたいと思います。はい、ウインチがないからやりすぎたら大変ですよ。ああ、そうや、誰もウインチがないのか、ウインチなしなんで、え、引っ張るやつはあるの、紐は、紐は僕持ってきてないですね。おじけんさん、今日はそういうのをお持ちですか。はい、なんかレスキューする的なものは、ケインロープって積んでありましたっけ。ケインロープは積んでます。ああ、じゃあ大丈夫です、はい、橋ケインロープ何が大丈夫なのか分かんないけどウィンチの金さんですもんね。そうです石材ぐらいウィンチない、今日ウィンチないですけどね。あ、最終兵器ないんですよ。最終兵器なしなんで、ほどほどに今日は楽しみたいと思います。はい、さすがにちょっと G ボクさんで走ってる人いないよね。うわ、すげえな、こんな感じなの。オフロードコース初めて入ってみたよ。じゃあ今回は高野天長号に乗ってどこまで行けるのか、だいたいオフロード初体験だから。そうですね。 これ森の中入ってくるの。そうです、一番初級のコースなんで全然イージーです。本当に、はい、でもやっぱ乗ってると怖いじゃないですか、もしかしたら。初めてこのこういうグリップが必要だなっていう風にそうなんですよ。え、マジ？あれ2700万しますからね、あの車。やばっ、ちょっと怖くないですかこれ。嘘でしょ。どうですかこれ本当に。ですね、下が見えない。行きます。やばい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 いやでもちょっとラングラーならまだわかるけど、63で入るとこじゃない。63じゃ行かないですね。あ、ズカさんが初めてオフロードでも難なくクリア。あー、ラングラー強えな、やっぱり。あの、ふわっと紹介してなんか流されてますけど、皆さん、あの前の車63ですから、ね、マジ。え、これ横転しないの。横転しないです。すげえ。え、これ全部オートでしょ。なんかそのデフロック入れてるとか何もやってないです。へぇ、はい、スウェーバーだけ解除してますね、動きやすい。ああ、ルビコンだからね、はい、え、スウェーバー解除するのも室内でできます。ボタン1つだけだよね。はい、へぇ、え、すげえ。普通に登ってくるんですよね、助走もなく。結構皆さんいいポテンシャル持ってるのに使ってないんですよね、車の。すげえな。そうだね、ゲレンデオフロードで走ってるってあんまり聞かないよ。まあ、少なくとも63は聞いたことないよ。63はないですね。え、これが初級なの。スーパー初級ですね。マジ。はい。あー、そこ行く。すごっ。え、すごっ。お腹つかないんだ。すごいですね。これやばくないですか。やばい。これこの先どうなってんだ。よいしょ。すげえ。これは多分後ろのやつやめた方がいいっすよ。お腹空いて。行くぞ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 。石塚買い取りになっちゃう。
でも、あ、すごい。おすごい。え、そこのクリアランスラングラーすごいんだね。実際車両紹介でどのぐらいいけますよって数字的なものは言ってもさ、感覚的なものってわかんないじゃん。そうですね。あれ後で登りますか。上級？あれ本当に？いやすげえ。四駆ってすごいんですよ。すごいね、はい。確かにちょっとこれを体験しないまんまなんか乗るってもったいないかもね。もったいないです。これモーグルってところで足の動きがよくわかるんですけど。ああすごい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 。多分浮くと思いますよ。へえ。でもこれ63だと結局スレーバーが繋がっちゃってるから足がバラバラに動かさないんですよ。もうそうだし、もう足の可動が悪いですよね。ああ。やっぱ飛ばすような車なんで。左側もカゴ。おお。これ今あれかな。うわすごい。デフロック入れてないのかな。入れてないんじゃないですか。自動かな。はい。でもちゃんと書くんだね。そうですね。ほら、後ろ空回りしてもちゃんと前が書いてるから脱出できるっていう、はい、で、ラングラーは今スウェーバーを切ってるからこれ外で通りましょう、後ではい、全然余裕ですよ。多分四輪設置してんじゃないかな、確かね。もしかしちょっと浮くと思いますけどね、今は浮いてると思います。うわ、すごっ。え、これ役に立つね。すごい役に立つんですよ。ガチで役に立つやつだね、これ、はい。だいたい人間15度ぐらいからも恐怖感じるんですけど、車自体は45度ぐらいまで傾いてできるんで。本当に、はい、全然これ見る場面はないですよ。でも、スキーとかスノーボードで言われたけど、はい、45度って、はい、手前に立つと、もうほぼ垂直に見えるぐらいっていう。はい。いや、これね、外から見てるのがやばい。今だとちゃんとスウェーバー切れるからちゃんと四輪ついてるもんね、こうなって。で、様子がおかしい車が。皆さんもう一回言いますけども、2700万ぐらいです。ちなみにデフロックとかしてないそうです。ちょっとね、スウェーバー切れるのはやっぱり偉大だよ。ゲレンデ浮いちゃうもんね。でもちゃんと二輪ついてれば、ついてる方で書くっていう。すごいすごい。うわー、でも頭いいな、やっぱり車。やってくれんの？これ絶対社長に怒られるやつ。慣れてきて楽しくなってきて。お前らさ。じゃあここで僕視点をお届けします。あのね、見えない前が。そうだね。これ実際乗るのとさ、体感するの違うね。これ。
見てこれ15度ぐらい、このカメラでこのいかに傾いてるか。もうちょっと傾けましょうか。やばい。これで何ですか。これで今16度、19度。これでも怖いですよね。20度。怖い。今ジンバル使ってるから、ジンバルがすごい斜めってていかに狂ってるか撮れてるけど、うわすごっ。これででも19度なんだね、はい、体感的にはもう全然30度超えてるぐらい。あとこれが名物のバケツですね。そう、あ、降りてっちゃいましたね。マジやばい。あの見えない下が。そうですね、これフロントカメラとかがもう役に立つんじゃないんだから。やってみますか。ああめっちゃ役に立つ。いけますよ。やばい。すげえ、これえぐいね。うわ、ちょっと待って、うちの商品車が。うわすげえ。ランクラ全然ついてきてるよ。もうなんかなのに普通に運転してるだけで乗れちゃいますからね。はあ、ちょっと最強かもしれないね、ラングラーとゲレンデって。そうですね、さっきレンジもやばいって話してたけど、はい、ディフェンダーすごいですよ、電子デバイスが。そうなんだ。でフロックはないけどすごい頭いいですよ。でもあのローラーテストの動画見ても、はい、あのね本当にズルぐらいで、うん、ズルズルぐらいでもう前に出ちゃう。ちょっとマジ。あの山登ったら面白そうですね。あのデコボコの方はさすがに登んないでしょ。デコボコ行けますよ。本当に、はい、全然行けます。デコボコあれです、あれ。そこはダメじゃないですか。行ったよ。マジ。すげえ。これ外から撮ろうか。すごい、外から撮った方がいいんじゃないですかこれ。ゲレンデでこれやってるの見れないですよね。今手振ってロックしてあるんですか。何にもしてないですか。何もしてないです。アクセルワークとハンドル加減だけです。はい、フルオートで。フルオートで。ここも登るの。これはただ壁です。あ、壁なんだ、はい、でも通った跡あるね。登れますよ、ある程度。嘘でしょ。いや、やっべ。降りるときにちゃんとバックギア入れてからじゃないと。ああ、なるほどね。横転しちゃうんです。ズズズズってなると。そうです、転がらないと。これやばいな。ここ面白いですよ。ちょっと待って嘘でしょ。ちょっと多分勢いつけないと。すげえすげえ。石塚選手も行きます。ちょっと石塚選手先行かせよ。じゃあ、うわすげえ。ラングラーすごいね。じゃあ行きますか。ちょっと窓開け閉めるんですか。ちょっと待って。危ない。あそこが一番最高潮の地点で。あ、そうなんだ。見晴らしがいいみたいですね。あのもう一回皆さん言いますけど、これ商品車のルビコンと2700万円する G6 さんです。社長が見てないこと祈りますね。そうだね、見てるよ社長。いや、見てない。すげえ見てるよ。ちょっとみんなあのおつむがあれなの。でもさすがに今ローに入れた。そうです。
でもジープにとってはこれが普通ですからね。まあ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 ね。なんまあね。うわすげえな。いやでもね、本当にルビコンすごいね。はい、乗り心地良くないですか。いい。そしてね、あの砂ぼこりがすごすぎてね、やっぱりちょっとこれ車の中洗える車じゃないと無理だな。そうですね。ここは外周路なんで一番、うん、あの初級コースです。あーあーじゃないよ。こんなとこです。まあ確かにもう別に道なき道を走ってるわけじゃないから一応コースだからね、はいはい、その辺はちょっと安心してというか、はい、ある程度安心して楽しめるというか、はい、いやこれでも本当にルビコン買ってさ遊びに来るっていいかもね。いやだっていじんなくてもいけるわけじゃん。全然ノーマルできますよ。これタイヤもアメヘイだから、このタイヤってことアメヘイだからちょっと大きいですね。あでもオールテレーンなんで、まあ、あとは日本シアードだとナンバーがねあそこのとこで一発最初にちょっとその辺は不利かもしれない、はい、うわわわわ、いやスウェーバー切ってんのやっぱりすごいな、はい、全然足の動き違うもん。うわ塚さん NG ですねこれは。さすがに左回り止めないと塚さんダメよ。ここはやめて。さすがに商品車なんで、はい、店長 NG が傷入っちゃう。あのラングラーの装備全部使ってるね。カメラもそうだし四駆の切り替えもそうだしスウェーバーも。左落ちなければいける。オフロードそうですよね、落ちなければね。これちょっと左ずれるんですね。そのワイヤーね、行きたくないですね。そうですね、ワイヤみんな今あごすごいすごい。じゃあちょっとチャレンジしてみます。マジっすか、はい、ワイヤーでギャグあんだ。ワイヤーでギャグあんすね。ここは初めてなんで。今富士山の麓に冷風が。ちょっと行ってみます。マジで行くんすか。いやいやいや、これがもう無理じゃない。いや、すっいや疲れた。今のは間違えた。すいません。すげえ。いや怖かったー。中二でばかりが頭をよぎった。あの本当に全然平気じゃないんですよ、やるのですよね。後ろ最後当たってましたもんだ。あのヒッチが守ってくれるんで。はい、守ってくれてるんですか。まあ、良い子の皆さん、真似しないようにお願いします。いや、誰も真似できないです。誰も真似できないです。さすがに、無理だとか絶対いかないですよ。本当ですか。はい、今日もはい、高野さんが例えば、バーンバーンってロック行っても、さすがにこれではいかないです。
行くんですか。行くでしょ。ロックやったことないですから。行こうじゃあ。ロックやったことない。ロックデビューで。ロックデビューでじゃあ、はい、行きましょうかじゃあ。はい、じゃあ今度この次のステージ。そこの岩場をルビコンで登ってくれるそうです。ここは G はちょっと断念。4x4 に乗り換えていただいて。そうですよね、4x4、はい、それならもういけますね。じゃあラングラーでチャレンジしたいと思います。すいません。崩れたら怒っちゃうじゃないですか。そうですよ。そうっすよって。崩れないわけじゃないですからね。当然のように言ってでも石の頭、車幅を、タイヤの車幅を理解して、はい、タイヤを石の頭に乗せて走っていくようなイメージをまず考えるんですね。ただそこで、ただずり落としたりとか、はい、ずり落ちたりするんで、はい、ちょっとラインが変わったりするんで、はい、その時にはあえて石の谷を使ったりとか、うん、まあ、すっげえな球を使いながら走るんですよね、実はね。で、ハンドルでこう、なんですか、そうですね、切った感じで、はい、どの辺にあるか。そうですね。オフロード、奥が深い。だってこれは無理だよ。すげえ。もう
わというわけで今回優勝したおじきんさんです。すごかったっすね。ちょっと事故現場現場検証したいと思います。いやー皆さんあまり見ないでください。あまり見ないでください。勲章が今回の。そうですね。まあステップちょっと、やってしまいました。でびっくりしましたね、はい、あんなにこう激しくヒットしたのに。そうですね、もう本当になんかステップ自体は全然、はい、湾曲してないし、はい、でなんかあれですよね、スタッフさんの話だとなんかちゃんとこう中にパイプが入ってるらしいんですよ、ね、あ、入ってます、入ってます、入ってますよね、はい、だからちょっとロックスライド的な役目もちゃんとしてるんですよね。びっくりしました。じゃあゲレンデの構造的なものもやっぱりなんちゃってじゃないんですか。なんちゃってじゃないです。おじきはなんちゃってなんですけどこっちは大丈夫でした。はい、まあ、でもこれに懲りずね、また頑張ってやっていきたいと思います、はい、もう今回のおじきんさんの心意気にびっくりしました、ね、いやいやいや、とんでもないです。こんな走るマンションみたいな車で走るマンション岩場を登るという。そうですね、頑張ってみましたね。そして残念ながらうちの商品車は無傷なんでやらしい感じですけども、はいはい、いやでも無傷が一番いいです。こちらの走るが上手ですからね。本当さん、はい、こちらのボンド東京のストックリストに、はい、販売中です。乗りますか。大丈夫ですか。乗ります、乗ります。無傷なんで大丈夫そうです、はい、です、大丈夫です。そして高野店長こんな感じで遊んでますんで、はい、ぜひオフロードやられる方はお誘いいただければ。そうですね、はい、そして興味ある方は言っていただければ、はい、多分このメンバーで多分遊べると思いますので、そうですね、ぜひよろしくお願いします、はい、そしておじきん TV の、はい、チャンネル登録の方も皆さんよろしくお願いしま す, しいします。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでますね。すげえ、半端ねえ。飛べました。一発目すごかったですよね、はい、ショックがドーンってきたから2回目はビビりましたね。